こんにちは、アスカです。今日は初挑戦、羊羹作りに挑戦します。それではスタート。はい、寒天がちょこっとなチョコレートと、そう、チョコ羊羹作るんです。羊羹は羊羹で食べなさい、定番のダジャレ。あとは粒あんが良かった、間違えた、こしあんが良かったけど粒あんしかなかった。粒あんなし、豆が苦手なんですよね。グリーンピースとかも苦手です。あとは熱、粗熱を取って冷蔵庫で1時間以上冷やすって書いてあった。つかないように今クッキングシートを引きました。また羊羹の型とかあるみたいですねクッキングシートで思い出したんですけど、この間初めて知ったんですけど、まずそこの丸い部分もクッキングシートで切って、クッキングシートで切ってじゃない、ハサミで切って、それから周りのね、周りの部分をきれいにかたどって、そうやってクッキングシートを引くものだということが最近お母さんに教わりました。私今までこんな感じで引ければいいやみたいな感じで入れてた今日のあるある、寝る前に尻尾を張って寝ると、必ずほとんど高確率で布団に、翌朝布団に湿布がついている。私あるあるですかね。さあ朝、さあ湿布剥がそうって思うとさあ湿布剥がそうと思って取ろうとすると、あら、ないって布団の中探すと湿布が布団に張り付いてたりする。はい、あるある。前にステラおばさんのクッキーを、ね、買って食べたんですけど、美味しかったんでまた買っちゃいました。美味しいんです、これ。あっという間に食べます。はい、これは多分あっという間に食べると思います。もうちょっと買っとけばよかった。はい、夜ご飯も食べて羊羹完成しました。綺麗にできてよかった。羊羹ってこんなぶっとくないですよね。もうちょっと羊羹らしく、よう考えて切ればよかったいただきます。豆はやっぱり苦手でしたが、和菓子ちゃんとできてました。はい、ゆっくり残りは食べます。和菓子の方が体にいいからね。和菓子中心食べようかな、中心に食べようかな。バイバーイ。